マイナス金利解除後の日本株、これからどうなる？こんばんは、ふくりでふえるです。今回のテーマは日経4万円、まだまだ上がる？それとも。ぜひ最後まで見てください。目次です。マイナス金利解除の影響について。2、日本株の行方。3、結論。まずはマイナス金利解除の影響です。2024年3月、注目されていた日米それぞれの中央銀行の金融会合が無事に終わりました。どちらも事前予想からの大きなサプライズはなく、当面の安心感から株式市場では再びリスクオンの傾向が高まっています。日本では金融政策がついに正常化。金融機関が日銀に預ける当座預金の一部にマイナス 0.1% を適用してきましたが、当面緩和的な金融環境を継続するものの、物価については賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、2% の物価目標の持続的・安定的な実現が見通せる状況に至ったと判断されたようです。特に日銀会合の後に株価の上昇の押し上げ要因となった理由が、当面の金融緩和継続だったように思います。というのも、マイナス金利導入の目的から少しおさらいしてみます。導入の目的は経済活性化やデフレ脱却を目指すことにありました。日銀は日本経済の停滞はデフレに要因があると考えていたため、金利をマイナスにして銀行が日銀に資金を預けたままにすると金利を支払わなければならなくすることで、銀行が企業への貸し出しや投資に資金を回すように促そうとしたのです。その一方で、今回のマイナス金利解除の背景には、コロナ禍での供給網の混乱や、ロシア・ウクライナ戦争を受けたエネルギー・食品価格の高騰、そして円安などが物価を押し上げ、それに呼応して賃金の上昇を伴う形での持続的・安定的なデフレ脱却が見えてきたということがあります。だからこそ、マイナス金利という異常ともいえる状態を解消すべきと考えたのだと思います。何しろ、マイナス金利の政策の下では、銀行が日銀にお金を預けると元本が減るばかりか、逆に日銀は利益が出るというとても不思議な状態が続いていました。これをずっと続けるのは無理があったと思います。極論を言ってしまえば、銀行は日銀から現金を引き出してタンス預金をしている方がマシだったということになるからです。そういった意味でも、今回のマイナス金利の解除は、景気や物価の抑制を目的とする一般的な金融引き締めではなく、緩和的な金融環境は長く維持されると考えられます。というのも、日銀は今後も賃金上昇を伴う物価上昇を安定的に達成するため、この緩和的な金融環境がいずれも必要だと考えているから、今回の利上げはいわゆる金融引き締めではなく、金融政策の正常化とも言えそうです。実はこの種の正常化はアメリカでの先例がありました。2015年12月、アメリカでは政策金利の下限が0から0.25% に引き上げられました。この利上げの目的は景気の過熱やインフレ抑制ではなく、今回の日本と同じく金融政策の正常化です。当時物価は低迷していたものの、雇用情勢の改善が賃金の上昇につながったことで、
中期的に目標の 2% に向けて加速するとのシナリオが、FRB の中で自信を高め、ゼロ金利をいつまでも続けることは不適当と判断されました。元来ゼロ金利政策を続けることには、2つの問題があると言われてきました。1つが、今後経済が悪化した場合、ゼロ金利ではその対応への余地、つまり利下げの余地が限られてしまうこと。そしてもう1つが、このままゼロ金利政策を続けた場合、株価や不動産などの資産価値が高騰し、バブルが再燃しかねないという懸念でした。では、この時の株価はどうなったのかというと、当時のアメリカでは FRB の出した声明に、政策スタンスを緩やかに調整すると明示されていたこと、当時の FRB 議長が利上げ後も金融環境を緩和的と強調したこと、これによって一時的に長期金利は上昇しましたが、特に大きな変化はありませんでした。株価も波乱を起こすこともなく、決定の内容は好感されたというのが当時の反応でした。つまり、続いては日本株の行方について。これらを鑑みると、当時の FRB のスタンスは現在の日銀のスタンス、そして現在の日本の状況と似ていると言えそうです。日銀の判断としては、マイナス金利を解除できるほど日本経済が失われた30年から脱却し始めたと言えるということ。日銀は賃金と物価の好循環がうまく回り出していることを誰よりも真剣に、そして慎重に判断しています。今回のマイナス金利の解除は、このお墨付きを得たとも言えそうです。マイナス金利の解除が長期金利の上昇をもたらし、急速な円高が起きるのではという懸念もありましたが、現在マイナス金利を解除しても緩和的な金融環境は維持される見通しとなったことで、円高ではなくむしろ再び円安の方向へと進行しています。日銀会合が出るまでは一旦は円高に触れていたドル円も再び円安の方向へ。現在は節目となる150円を突破し、152円という34年ぶりの円高を突破するかというところまで来ています。物価上昇を安定的に達成する中で、政策金利をゼロ付近に据え置けば、将来のインフレの目と捉えられ、債券市場においては、長期金利が上昇圧力を受ける可能性もあります。日銀はこうした事態にも備え、マイナス金利の解除後も一定の国債の買い入れを続ける方針です。金利急騰を抑える仕組みは残したまま、市場の混乱を避けて大規模緩和からの出口に向かうというスタンスをとっています。では、今の状況は日本株にとって全て前向きであるのでしょうか。事態はもちろんそう単純ではありません。過去を振り返ってみると、90年のバブル崩壊後から金利の低下は続いていたものの、株価の低迷も続いていました。それまで異常に割高な水準まで買われていた修正が起きたという面はあるものの、金利の動向に株価が左右されるということはありませんでした。教科書的には、金利が低下すると景気が刺激されて企業業績が改善するので株価は上昇すると言われています。ですが、金利低下があっても景気が改善しなければそうはいきません。最終的には当然のことながら企業業績の行方が株価を左右します。企業の業績が良くなって将来の配当が増えると投資家が思えば株価は高くなりますし、株主価値も上昇します。2012年の終わりからの株価の上昇も背景には
企業業績の改善があったと言えます。では、今後の株価の動向を占うに際し、考えておくべきことは。続いては結論です。今後の株価を考える上で3つほどポイントを挙げてみました。1つは国内の景気、そして2つ目が製造業の多い日本企業の海外の売り上げ、そして最後が現在の割安感、割高感といったバリエーション面です。まず1つ目の国内景気について、3月の春闘により賃上げが達成されたものの、これが消費拡大をもたらし、企業の売り上げが伸びて、それがまた賃上げをもたらすという好循環が起きれば、この後も将来的には明るいと言えます。日銀の金融政策はまさにそうした循環が狙い、そして二つ目が、製造業の多い日本企業の海外の子会社の収益動向です。2012年末以降の企業業績の拡大の多くは、海外子会社の収益が増したことによってもたらされていました。30年間デフレ脱却が達成されなかったものの、失われた30年の国内経済環境にあっても、株価は2013年以降上昇を続け、ついにバブル時の高値を抜きました。企業は海外進出により利益を高めてきたという側面があり、今後中国と欧州の景気が減速する中で、やはり一大経済国であるアメリカの景気がどうなるかということが注目を集めていきそうです。そして三つ目が、現在の日本株のバリュエーションです。日本株はバブル崩壊後、異常に割高となったバリュエーション水準からの調整が延々と繰り返されてきました。この調整が完了したと言われるのが2008年頃。そして2013年以降は株価は概ね企業業績とともに動いています。そういった意味から今の株価水準はバブルではないという声もあります。短期的には足元でやや割高感も見られるものの、企業業績がこのまま拡大していけば、上昇率こそ鈍くなっても株価の上昇トレンドは継続するのではと考えています。ということで、今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。